さてと昼休みだ。今日はご飯どうすかな。ちょっと。どうした？美和子どうしたんだ？お弁当作ってみたんだ。よかったら一緒に食べない？全然いいよ。うん。たくさん作ってきちゃったから断られたら困るわ。愛妻弁当みたいな感じだよ。最高じゃねえかよ。それじゃあ屋上に行きましょう。二人きりで食べんのかよ。あ、またこの。じゃあ召し上がれ。何作ってきた？おー、俺の好物ばっかり。いいね。俺のさ、好物はよ、この茶色いものばっかり入れてほしいんだよ。今こうやって目視できる限り茶色いものしか入ってない。お前いい妻になるな。パクもぐもぐ、うん、うまい。飯食ってる時が一番幸せ。みやこ本当に料理上手だな。そう。うん、こんなうまい料理毎日食べられたら幸せだろうな。もう大げさなんだから。いや本当だって、みやこなら絶対いいお嫁さんになれるよ。そうかな。もちろん俺が補助するよ。みやこならいい人と結婚できるってさ。みやこをお嫁さんにもらえる人は幸せだろうな。あ、結婚式には呼んでくれよな。幼なじみ代表でスピーチするからさ。そうね。幼なじみ代表で。まあみやこが恥かくような話はしないよ。もういい。女心全然分かってねえじゃんこいつ。もういい。どうした、いきなり立ち上がって。そうなんだ。私バカみたい。じゃあこれでも暗い。今俺の必死の冗談もしかしたら受けるかなと思ってしてみたけど。みやこ大丈夫か？肩が震えてるけど。バカ、知らない。なんでだよ、俺のとっておきの平術も出したのに。みやこどこに行くんだよ。おい、あいつ一体何があったってんだ。